知らずの虫が迷い込んできたみたいだね。悪い子悪い子。帝王様がせっかく頑張ってるのに邪魔をしようとするなんてね。まだ見逃すけど手を出したらその時点で私も動かないとってね。手際が過ぎるぞ支配者。我の手を煩わせおって、かしだからな。私もちょっと警戒しておかないとね。帝王様もやっと兆しが見えてきたのに横やり入ったじゃつまらない話だよね。えぐいのが見てるねー。どうする?逃げる?私の能力をも貫通して見ているんだ。ギリギリまで下手な行動は慎んだ方が良さそうだな。僕は餌が欲しくてついてきたわけだけど、それは用意してくれるわけだよな。ハレー。残念ながら襲うのはダメだ。バレて警戒されたら即座に消される。言ったろ、ここの連中は私たちよりはるかに格上だ。所詮私たちはミガドルエデンでも下級だ。身の程は最低限理解しないとな。つまんない?せっかくこっちに来たんだ。本命の餌にさえ手を出さなければ文句はないだろう。少し遊ぼうか。今日は残り1体のエラーがいる場所に行く。ソルテ、アリシアが別件に力を入れてくれている間、今日もよろしくお願いな。お任せください。私の存在をかけて守ります。昨日は一瞬だったし大丈夫大丈夫。それより主様、エテルちゃんは連れて行かないの。当然だろ、エテルは怪我はしない。だけどそれは別に無敵って意味じゃない。わざわざ危険な場所に連れて行く必要はないだろ。昨日自ら危険な場所に連れてきた張本人が正論言ってる。でもどうしてもってなったら召喚して呼べることが分かったし、最悪呼べる?結局呼ぶ気なんだね。さっきまでの言葉は何だったのやら。おはようアリシア、昨日は任せっきりにしてごめん。書類はうまくできた。おはようございます。はい、完成してから即座にラルの部屋に送りました。今日朝に目を通すか、もしくは今日目を通して明日話し合いになると思われます。踏みに来て聞こえてたし、多分届いてすぐ目を通したと思うけどな。それかソルテに気を許して寝てたか、どっちかな。おはよう、揃っているようだし、早速お話をしましょうか。来た、どう来るか。書類には全て目を通したわ。さすがアリシアが作った書類ね。抜けがなかったわ。それに現在どう計画に向けて動いているのかもしっかり把握したわ。それで主に問いたいのだけど、もちろん書類には目を通しているのよね。この大事な場で書類も持ってきてないようだけど。主様、ここは一度保留にして話をそらした方が。悪い、まだアリシアの書類には目を通していないんだ。それにまだ不確定要素もある。今日ラルの現場にいるエラーを確認したい。それから書類に目を通す。のんきなものね。部下が優秀でも主にやる気がないと話にならないわよ。それに書類も目を通してないなんて、呆れて物を言えないわね。それがあなたの主導力ならそこが知れたわ。早とちりするなよラル、もう準備は進んでいる。計画も俺がアリシアに書かせた内容をすでに実施済み。今日はロートとトールの2人がエラー3体の生体サンプルを解析して、早ければ明日、結果が出るだろう。ゲタブガドはすでに出来上がっているからな。今日はラルの現場に向かう。そしてサンプルを回収する。その容認だけしてくれれば俺は今日の成果としては十分なんだよ。何でもかんでもやってキャパオーバーでパンクするよりマシだろ。俺は自分の程度を理解してるんでね。ラル、お前が求めるのは明確な成果だ。お前に渡した大量の書類なんてどうでもいい。問題はやれるかやれないか。そして実行できる力を示した成果が欲しいんだろ。ならやってやるよ。やってやるから今日は黙って頭を縦に振れ。成果を出す邪魔をすんなよ。弱者で、誰かの力を借りなければ何もできないくせに、随分数日前とは違って異性が良くなったものね。今はアリシアの他にソルテを専属神にし、トールを力で手中に収め、ロートを使い、ノルンには承諾を得た。その自信か。いいだろう、来るといい。ただ一つだけ忠告してやろう。私の現場にいるエラーを今までのエラーと同等に考えていたらすぐに命を落とす、覚悟することだ。せいぜい準備を整えてから来るんだな。よし、許可もらったし、書類のこれ以上の修正も必要ないな。すごい、あのラル様と堂々と。ひにひにたくましくなられますね。肝が冷えた、まさか喧嘩腰で行くなんて。冷徹なラルは慈悲なんて持ち合わせてないのに。ソルテ、アリシア、二人一緒に行くぞ。アリシアはラルのところにいるエラーのサンプルが手に入ったらロートに届けてくれ。はい、お任せください。物騒なこと言ってたよね、即死する可能性があるって。ああ、今までのエラーも何かしら特徴があったからな。今回のエラーも何かに突出しているかもしれないな。アリシア、次のエラーの名前や特徴を教えてもらえるか。名前は、クレイジーアイ。それしか知らないんです。今までラル様が管理していたため誰も対応していません。あのトールですら見たことありません。そして負傷者や被害もよそに比べると少ないです。でもそれは帝国最高戦力のラルがいたからであって、凶悪ではないという意味ではありません。それはそうだな。逆にラルはずっと情報を共有してこなかったのか。あれほど厳しいラルが情報共有を怠るか。何か引っかかるんだよな。童話、なんで帝国で童話が流れるんだよ。待て、ソルテは、アリシアは、ミエルはどこだ、行き外れた。
踏切の警告音。なんだよ、何が起きてる？なんだよ、いきなり電車、わけがわからない。風景が一気に変わったな。オーラで守ってなかったら無線だったぞ。くそ。エラーの仕業ってわけか。それにしてもでかいしキモいな。お前。嘘だろ。えげつない怪物みたいに挟まれた。あれもエラーか。全然力量がわからない。上にもいる。下もか。文字通り八方塞がり袋のネズミ状態ってわけだ。抗いたいけど、さっきの電車で骨が。くそ、俺がパルルを倒しておけば治療してまだなんとかなったのに。アリシア、それってミゲルがいるからって気が緩んでた俺のミスだな、バカが。アリシア通りな、エラー。ラル。飛行個体、粘液個体、怪獣個体、猫体、まだノーマルね。境界支配、リベラージュフォルトロス。粘液タイプに物理は無効、なら。物理もオーラも無効化するなら強制的に押し潰す。境界支配、悟空。世界は人間なんだ、無駄に場所を取るな。無作為にクレイジーアイの十中範囲に入るからこうなるんだ。アリシアもソルテも気を緩めすぎだ。強い、何よりどの系統攻撃も殺傷能力が高い。これが帝国最高戦力、これでまだ主義の方が得意って言っているんだから不拡大すぎるだろ。本当弱いわね。それでさっき私に大口叩いてたなんて滑稽ね。いい加減理解した。あなたは弱いの。前線で戦うとか、自分が一番守られないとどうしようもないくせに私たちを守るとか言える立場じゃないのよ。そうだな、情けない限りだ。本当はここでお前を納得させないといけなかったのにな。やっぱり俺にはまだ足りないものが多すぎる。もちろん俺一人で今の問題なんか到底太刀打ちできない。それどころかスタートラインにすら立つこともできない。格好つけても、それを突き通せない弱者だ。認めるよ。ラルは何も間違ったことは言ってない。だからきっとラルは正しいんだろう。でも、それでも俺はお前の。お前たちの主なんだよ。だからこれは意地だ。約束する。今は目にも止まらないほど弱いかもしれない。でもいつか、ラルを超えて、ラルを。ラルがありのままでいられる場所を俺が作ってやる。もう部屋で一人泣いて耐えるようなことはさせない。絶対にお前を一人になんかさせやしない。俺はお前の優しさを知った。お前の努力を知った。俺のことを誰よりも考えてくれてることも、気にかけてくれてることも。昨日知った？まさか。見てたの。ああ、俺はラルを誤解していた。すまない。俺がまだ言葉の意味を理解できるほどの理解があればと、悔やんでいるよ。こうやって誰よりもいち早く俺を助けに来てくれたんだ。もう疑わない？ラル、できれば話を。はい？何？どうなってんの？バレた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 。マジかよ、想像以上に取り乱してるじゃん。いや待って、俺どうしたらいいのさ、こんなわけもわからない空間で。パパ様、ご無事でしたか？私たちが近くにいながらこのような失態。あれ、ラルは？なんかクレイジーアイを捕獲してすぐに消えました。何かあったのでしょうかね。ラルみたいな鳴き声だな。見た目見てきた中で一番キモいのに、鳴き声可愛いとか腹立つな。どうしましょう、ラルがミームを放棄してしまったのですが。絶対に俺のせいじゃん。悪い、ラルの代わりにアリシア頼めるか。ロートたちも来ると思うし、俺はラルと話をするよ。あ、もううるさい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。